臭い。よー、こんにちは、こんばんは、タイポンです。ゆきゆきです。マイメンチャンネル、シンです。一人だけテイスト違うんだけど。面白いことを考えつきました。知ってますか、これアイロン。チンゲめっちゃくっついて。チンゲじゃねえ。いつもこっち使ってるバレる。おい、あー、まぁ、ちょっと今日の動画はアイロンも使います。これアイロンともう一つ組み合わせて使います。ポーン、パーイ、パーイ、カット。ポップコーンの、種、種というのか分かんないけど、ポップになるコーンのやつ。ちょっと分かんなくね。とりあえずこれを開きます。まあ、皆さん、ポップコーンといえば、ポップコーンは、こうなんか油をちょっと引いたところに入れて、ポポポポン出てくるけど、まあこのアイロンを使えば一瞬でポップコーンができるね。もう、お分かりの方いると思うんだけど、挟むだけ。はい。じゃあちょっと今これ200度だから。はい、置いて。だから手やったらポンってやるからね。いや、無理。あ、本当についてる？ついてる、めっちゃついよ。じゃあ、これで、いくよ。挟むよ。はい。いいの？はい。あー！え、ちょ、あっち！ほんと？ちょっと触ってた。いくよ。はい。移動してる。怖い。いや、これでさ、めっちゃ怖い。これでなんなかった時だよ。あー、なんない。怖いね、これ。怖い、バカ野郎。ねえ、なんでそういうことするの？なんでお前らいじめてくんの？いや、してる。ちょ、ゆきゆきやってくれ。ちょっと俺これ下手ってことが分かった。あーおーいい。ねえ、もう最低だよ。俺のせい？お前ら、俺が来ない間にやろうとっていう作戦じゃないだろうな。来た、もうなんで来た。よっしゃ、よっしゃ、来たぞ。ポップコーン様、ちゃんと跳ねてください。お願いします。パー！ 200 度って相当だよ。うわっ、びっくりした。なんだよ。女性のように扱うんだよ、コーンはよ。バー！はい。まあ、これで待ってればいいんですよ。辛いよ、ちょっと。あー！選ばれたのは、あやたかでした。もうちょっと本気でやろう。あ、すげえ、ポップコーン。来てるよ、来てるよ。ポップコーン一つに、こんだけ時間かけるやついねえだろ。ポップコーンが 3D になってる。3D だ。こういうことしかできないんだよ、もう、俺たちには。いや、焦げって。上が。ああ！ああ！ああ！ちょ、俺、うわ、めっちゃ匂いが。すげえ！できた！できたよ！まあ長かった。長い戦いが終わったよ。てか、俺マジ怖かったんだけど今。嬉しい。ちょ、もう一個やんない？ちょっと、もう一個やります。なんで？ポップコーンが、アイロンでできるって聞いたよ。だから試してるけど、全然難しいんだよ。今のところ、一個しか、動画を上げてなかったんですが、理由はちゃんとあります。軽く説明したいと思うんだけど。すげえ！やった！嬉しいよー！